ウッチーチャンネル、スタート。はい、どうもウッチーです、今回は清崎温泉街をちょっと散歩していこうかなと思います。では行きますか。まあ、普段は車で素通りする感じにはなりますけど、ちょっと歩いてみようってことで、まあ、普段散歩もしないんでね、ちょうどいいかなと思います。わからないですが、飲食店や、お土産屋さんや、日帰り入浴の施設もあります。知りましたが、なかなかですね。で、反対側と、今日平日ですけど、まあ、観光客もちょっといらっしゃいますね。あ、言い忘れてましたが、車もちょっと、まあ、自分もそうですけど通りますので、気をつけながら行こうと思います。でもすでに行きますか。わお、こんなこともあります。どうもすいませんね。はい、流れていってますね。宿泊施設もございます。一時停止と、お父さんも止まった方がいいよ。
と清崎温泉駅の方に向かってますね。個人的には平日に来てよかったかなと思います。人混みが苦手なものですんで、しまった。それに止めた車止めた場所からめちゃくちゃ遠いですねまあいいでしょう。レンタル用ですね。観光用のになりますね。そうだ、これも取っとかないと。待って、ちょっとカットします。はい、清崎温泉駅ずいぶん変わりましたね。やっぱあれすごい綺麗になりましたね。
待ってたんですよ。歩いてる人いる。さて、まあせっかくだからあれ撮っとくか。ちょっと待って。もしかしたら懐かしい方もいらっしゃるかもしれないですが、絶対ここいるかな。日赤ですね。会社は日赤ですけど、今エネオスですよね、ゲニン、サンドでは。見ないですね、このまま。はい。ここも桜は。はい。いかがだったでしょうか。ちょっと撮れ高いいのか分からないのかよく分かりませんが、伝わらなかったらごめんなさい。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではこの辺りで。ではまた。